アウグスト・アイヒラーアウグスト・アイヒラーはドイツの植物学者である。分類学において植物界を県家植物、インカ植物の二大植物群に分類した一人である。ドイツ連邦ヘッセン選定公国のノイキルヒエンに生まれた。マールブルク大学で学び、1871年にグラーツ工科大学の植物学教授およびグラーツの植物園園長になった。 1872年に、キール大学の教授となり、1878年に、ベルリン大学の植物園の園長となった。花の比較形態学的研究を行い、話し傷を表した。ブラジルの松やソテツなどの植物群を広範囲に、研究した。アイヒラーは植物を、喧嘩植物、インカ植物の二大植物群に分類し、 これは進化の考えて分類を行う先駆けであり、系統分類法の先駆けでもあった。また、喧嘩植物を皮脂植物と裸子植物に分け、皮脂植物を単子用植物と創子用植物に分けた。この分類はヨーロッパで広く受け入れられ、アドルフ・エングラーの分類代形のもとになった。アイクラーは植物の学名で命名者を示す場合に、 アウグストアイヒラーを示すのに使われる。ありがとうございます。